アメリコピーター・ペトロ・セリは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨークシブルク・リンク出身の元プロ野球選手。ウトウ・ミギウメディアによっては、ペトロ・チェッリと表記されることもある。1961年に、ボストン・レッドソックスと契約して、プロ入り。1963年9月21日に、メジャーデビューすると、1965年より、遊撃手のレギュラーとなる。 一発長打が魅力であり、フェンウェイパークの恩恵を受けていた選手の一人と言われている。1967年のワールドシリーズでは第6戦で2打席連続本塁打を放っている。また、1969年には40本塁打を放ったが、これは1998年にアレックス・ロドリゲスが更新するまで遊撃手としてのアメリカンリーグ記録だった。 遊撃守備も堅実で3回守備率1位となったが、1971年からは三塁手へ回った。故障と病気が相次いだため、1976年に引退した。引退後もレッドソックスに携わり、解説者や参加のマイナーで監督を務めた。1997年には、レッドソックスの球団伝導入りを果たした。 極度の心配性でチーム内における自分の立場や将来について常に憂慮していたという、ありがとうございます。